2010年フランクフルト、パルメンガルテンにて、スタッフベンガビリリは、今後民主共和国の近者さで、路上生活を営む、ポリオ障害者とストリートチルドレンからなるバインド。リズムブルースとレゲエの要素を取り入れたルンバ系の楽曲を主に演奏する。中心メンバーは三輪車椅子を利用する4人の歌手ギタリスト、若年メンバーは彼らに養育された元子児である。 青年ロジェの楽器は、サトンゲと呼ぶ手作りの一元の弦楽器である。2009年に、彼らは、ベルリンの音楽祭ワメックスでアーティスト賞を受賞した。ベンダ・ビリリの活動は、イナフプロジェクトや、ダウンタウンレコードなどによるコンゴでの人道危機の啓発やユニセフのポリオ撲滅キャンペーンなどに利用された。ベンダ・ビリリは、リッキー・リカブとコ,コ・ガンバリラによって結成された。 リッキーとココは今後がのフェリーで働いていて出会った。動物園の近辺が比較的静かなためリハーサルはそこで行われる。家族のために働いていたロジェは缶詰のブリキ缶からトンゲを作りバンドに加わった。近車差の路上で観光客目当てに演奏していた。 ベンダ・ビリリはベルギーのバンドアクサク・マブールのバンサン・ケニスの目に留まり、屈強の今後魂でのクラムドディスクからのレコードデビューに至った。2006年には投票に移行が投票促進に利用された。これがそれぞれのメンバーに50ドルを支払っただけの UNDP ともネックによる無断使用であったため後にベンダ・ビリリは10万ドルの使用料を得た。 2005年からフランスのルノーバレとフローランドラ・トゥーライによりドキュメンタリーが撮影され2010年にベンダビリリとして公開された。これはカンヌ映画祭の監督週間に出品された。ありがとうございます。